你就是张二官，是。你可真有种啊！害得老子大老远来替你擦屁股。对不起，军长。不过新兵们的武器实在太旧，根本打不了仗。兄弟们也是没办法。混账！真他妈一群！ 烂娃！军长慢走。哥，把武器发下去。 四十六旅在增援路上遭遇日军埋伏，被困于南流石，已经无法按时增援漠南镇。军长，差不多了。 延迟方向还有日军的两个连队，我担心各部会被日军困住，无法脱身呐。报告，延迟方向的日军已经到达平陆。通报其他各部情况。报告，十七师阵地遭敌人猛力进攻，前沿防线已失守，师长请求撤出阵地。报告，四十九旅遭遇日军两面夹击，幺七七师前沿阵地丢失，已推至第二道防线。 命令，各部撤出阵地，在金毛大道和毛巾以北集结。是。我最担心的就是幺七七师。幺七七师背靠黄土高，其东、西、北三面均受日军围，增援的四十六旅又被日军挡在路上，恐怕很难突破。漠南镇的背后就是毛巾垛，也是日军进攻的主要目标。把幺七七师摆在这儿，就是个诱饵。他们坚持的时间越长， 就能最大限度地吸引日军的兵，就能为其他各部集结到预定地点争取时间。各部撤出以后，日军的注意力会集中在漠南镇。
一旦各部完成在金毛大道和毛巾渡以北的集结，就会对占领漠南镇和毛巾渡的日军形成居高临下的反围之势。幺七七师可是咱们最强的，就这么细想，我可真是受不了。没有办法，要想吸引日军的两个师团，留下了血脉，不犯我大意吧。 敵は数回を突撃をし突破しようとしています。今更遅い。2時間以内に爆弾地を落とす。団長、我らが保有している防弾地を除く他の軍隊はもう撤退しました。これの情報を見ますと敵の撤退は計画的なものと思われます。撤退の計画か。幹部参謀、市民、県の指挥団、県の指挥団。 参谋，参谋，参谋！联系上了吗？联系不上。你跑步去，参谋，告诉他们，说六甲村发现鬼子的侦察队，快去！是。注意安全。 現在の戦局は先ほども申し上げた通り、依然としてこのような状態だ。 だが、我々は引き続き気を緩めずに攻撃を続けたいと。何か新しい情報があるものは。どうした？旅団長、すみません。鉛筆を削るとき手を切ってしまって。大丈夫か？すぐに医者に行ってこい。ありがとうございます。 Thank you.
战场的具体情况。师长，在你的正面是日军三十九旅团的一个炮兵大队，两翼分别是日军十九师团的三个步兵连队。火力网战斗力强，整个包围圈最薄弱的地方在左翼，左翼是三十九旅团和十九师团幺六八步兵连队的结合处。驻守在这儿的是黄巾军的第八虎城旅，他们这块战斗力差，装备也弱，所以我建议你集中所有兵力从这儿突围。你是怎么知道这些情况的？师长，具体情况恕我不能详说，你一定要相信我。现在日军已经集结完所有兵力，准备最后一击，留给您的时间不多了。小李兵，到，把侦察连长给我叫来，通知各部，迅速向师部所在地集结。是。那我走了。哎，师傅，大汉不联系，如果我们能活着出去，你就是幺七七师全体官兵的救命恩人。好运，师长。师长，会不会有诈？都他娘炸成这样了，还有没有师长了？马上通知各部撤出阵地，向幺七师方向转移。新兵员、通讯兵，我们营部的部下击坏了，一直没有和团部取得联系。来的正好，我去通知你们营长，让新兵迅速向七师方向转移，部队要从敌军左翼突围。谁看一下？没有我的命令，谁看得清？
站长。俺は山本中尉だ。ちょっと腹が痛くてな、ここでやっちまった。注意、腹が悪いのに、なんでここにいるんですか。軍人手帳。バカ。俺の顔も知らねえのか。どこだっけ。あった。おい、どうして顔が汚れてるんですか。そんなことお前に関係ねえだろ。あ、すみません注意、ちゃんと説明できないと連帯の件も受けることになります。ああ。いいぞ。どうかしました。あ、服を忘れた。汚れちまった。ああ、尋問か。上等だ。団長、我が軍はすでに敵陣地を突破し、多数の敵が左側の防御区へ逃走中です。追撃して殲滅させろ。はっ。何か情報。どうもどうも。お前、手は大丈夫か。あ、旅団長、もう手当てはしました。お前、これどうした。あ、これはさっき手当てをしに行ったとき焦ってしまってこすったんです。すみません、お騒がせしました。気をつけろ。何か新しい情報あるかも。那边打得够热闹的，又不打男人们来了，怎么可能？
好吃，好吃，好吃，就是好吃，是好吃，好吃。你说他们会打？十五军十七师四十六旅四十九旅均已到达预定位置。太好了，我看他们这下往哪跑。报告，幺七七师从洛南镇突围到达预定位置。国境军のせいでせっかくの勝利を逃した。あの無能な指揮官を捕らえろ。電報。はい。九十六軍を撃破。我々は兵力、地図と。安心陣、これらすべてを占領する。計画の第一段階を終了。引き続き計画通り三十八軍へ進行する。はい。旅団長、情報によると突破した敵軍が新防大通り、防新渡り場より北部の高地にて集結しています。改めて考えると。敵は敗れたのではなく、我々の作戦意図が分かった上で対応策を練り出し、意図的にこの区域において大軍を配置し、決戦の構えのふりをしました。我々が攻撃した途端、速やかに身を引き、予定の位置に撤退して、こちらが逆方位に遭いました。こうした状況で戦闘の継続は可能でしょうか。もはやどんな危険があろうと、皇軍の攻撃には耐えられまい。我々は引き続き計画通り進行する。はい。枪声越来越远了，童一鸣回来了吗？还没回来。小白龙呢？也没回来。隐蔽好了。
怕什么？啊！冬瓜软蛋，你们他娘是干什么的？啊！你们是当兵的，当兵的就要打仗，只要打仗才能保家卫国。我再看看你们现在的样子，保个屁家，背个屁股，都给我记住了。你们今天跟了我程二宽，我能活着带你们出来，我就能活着带你们回去，都明白吗？大点声！是。李连长。到。整理队伍，出发！是。队友，集合！前面是悬崖了，这样更好，这样不会背负政敌的。那咱就没退路了，上山下山的路。
没有了。都快点了，别傻站着，赶紧给我上山，抓住公事，快快快走走走走走。Thank you.
长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山晚山。人生。